そう、四つ端の影響で気球に乗りました。はい。でその時にさ、すごいねいい景色で、あの外も早朝のいい景色でさ、開放感がやばくて、まあ寒いんだけど、私さ、なんかそこでめっちゃすごい面白い、なんかこの体験丸ごと含めてすごい尊い体験だなって思ってさ、あのディゼにさ、本気だよ、本気でさ、なんか友達と旅館でご飯食べて温泉入って寝て気球乗ってコーヒー飲んで、天国っていうのがさ、もしあるとしたら果たして本当にここよりいいところなのかなって本気で言ったらさ、あのリゼがさ、思ってた数百倍楽しんでるってちょっと惹かれるっていう、なんか